はい、それでは今日も読書レビューをしていきたいと思います。1日1冊読書家のマルスです。このチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容をレビューしています。で、普段はビジネス書とかについてご紹介することが多いんですけれどもその他のジャンルについてもチャンネルページに再生リストが作ってありますのでよろしければそちらをご覧ください。またこの動画の説明欄にもリンクが貼ってあります。で今日ご紹介する本はこちらのマスタリング・アメリカン・アクセントというタイトルの本です。 でまあ、英語のの勉強をされている方向けの本ですで、えー、と内容としては主に、まあ、アメリカのアクセント、まあ、アメリカ人の話す英語をまあマスターしましょうと、まあ、発音と、まあ、あとリスニングですねにあの注目した本になっていますで具体的な内容としては、えー、とまず最初は「あ」と「え」の発音の違いとかですね「えーまあ、r」と「l」の発音の違いとかそういう基本的なところから始まってあとはまああの間違いやすい単語の紹介であったりとか 単語の中で、まあ、どういうアクセントをつけるか、強弱をつけるかというところ、えーと、あとはネイティブスピーカーのように話すためにどういうふうに、えー、工夫をするのか、まあ、例えばリンキングとかですね、あとで少しお話をしますけれども、えー、で最後はですね、これ,ちょっとこれもあとでお話しますけれども、ユニークだったのは、えー、とその英語をまあ習得する人の国籍、例えば中国人なのか、フィリピン人なのか、ドイツ人なのか、まあ、日本人なのか、まあ、そういったあの各国の もともと持っているその言語の癖をまあ踏まえて、えー、どういうふうに学習を進めていけばいいのかというところのガイドもついています。まあそういった内容になっています。で、あの要所なので全て英語で書かれてるんですけれども、まあ文法書ですし、そんなに難しい内容はありません。あの基本的には、えー、と演習形式になってまして、まあ CD を聴きながら、えー、まあ演習をやっていくということで、まああの 勉強するっていう感じで、すねで私がいいなと思ったところを3点ご紹介をしたいと思います。で、まず1点目は、イントネーションに関しての説明がついているというところ。で、2つ目が、ネイティブがよくやっているリンキングというところについて、非常に丁寧に説明されているということ。で、3点目は、さっき見ましたけれども、日本人向けに、これに注目、まあ、注意しましょうということが書いてあるということですね。で、それぞれについて、簡単にお話をしていきたいと思います。 でまず1点目のイントネーションというところなんですけれどもこれはですねあのよく言われるんですけれどもどうしてもですね日本人はあのこういうその言葉の戦略っていうのをつけるのが、まあ、あんまりうまくないというふうに言われますで私自身も今アメリカでまあ、英語をまあ普段は話すんですけれどもやはりですねあのつい最近も聞いてみたんですけれどもやっぱり日本人の英語ってあ英語はまあフラットに聞こえるというふうに言ってました であの例えばまあ会話の中でもですねアメリカ人というのは非常に強弱をつけて話しますのであの日本人が、えーまあ、英語の先生日本人の先生から習うようなイントネーションだとですねどうしてもこう感情が伝わらなくて伝わらないということがあるなということを感じます。例えば今この本の中である文章をちょっとご紹介しますけれども、えー、例えば「私は本を買いました」という文章で「I bought a book」 っていいう,うに言いますでそれに対して私は本を買ったけれども読んでいないというような文章にしたい時は「I bought the book, but I didn't read it」っていうふうに言うというふうに書いてあります。でこれは矢印で、えー、とアップダウンが書いてあるんですけれども、えーとまあ、やっぱりその話してる文脈によってですねそのどの部分を強調して落とすのか、まあ、下げるのかっていうところをやっぱり意識すると、まあ、実はですね単語自体が通じあの聞こえてなくても人ってあの推測で言葉を聞き取ってますので。 このイントネーションがあるだけで非常によく伝わるということが、まあ実際にあります。で、とでリンキングのところでも少しお話をしますけれども、あのアメリカ人の英語はですね。特にこうぐちゃっと潰れていたりとか。 えー、こうイントネーションでこう喋ってる部分というのは非常に強いんですね。だからあの実際に何を言ってるかっていうのはもうほとんど聞き取れなくてもそのイントネーションだけで伝わる。例えば日本人もあのおはようございますっていうのをまあ,あの例えば野球部だとうざまーすっていう風に言うと思うんですね。でもそのおざまーすっていうのはもうほとんど何の意味もないんですけれどもやっぱりその まあ、インントネーションとか、えーまあ、周辺の、えーまあ、情報ですねそれでまあ伝わってると、まあ、そういうことが、まあ、特にアメリカの英語っていうのは崩して使われることが多いので、えーまあ、同じようなことが起きてるんだよということはまあ言えるんじゃないかなというふうには思いますこれは私の経験からなんですけどもあの非常にイントネーションは大事だと思いますで2点目の、えー、とネイティブのリンキングというところについてお話をしたいと思いますでこのののリリンキンキグっていうのは、まあ、特にアメリカの 英語で非常に重要というか特徴になっているところだと思うんですけれども言葉と言葉がつながることですね。であのまあ、よく言われるので、 えーまあ、実際に私もアメリカに来る前からですね、まあ、そういうものがあるということはもちろん知ってたんですけれども実際にこう生活をしてみると本当にリンキンキグっていいうのが多いですで例えばまあ普段街でこう全く知らない人に会ったりとかまた職場で同僚とすれ違いざまに挨拶をする時によく使う表現として「How are you doing?」とか「How is it going?」っていう単語があります。 ですがあの、今言ったように、まあ、日常をごく普通に使う単語なので、えー、感覚としては、まあ、日本語で言うおございますとか,なんかそんな感じだと思うんですけれども、えー、どういうふうに言うかというと How are you? とか、uh, How are you doing? とか How's going? もうこれぐらいしか言わないんですね。もう going? に至ってはもう how going is it going? がもう最初本当に何を言ってるか分からなくてただそれが How is it going? が How's going? っていうふうに繋がってるということですねでこれがまあリンキングというふうに言うんですけれどもあの言葉の、えーまあ、前後をつなげると例えばこの本の中である例文をちょっとご紹介しますけれども How far is it? とか、まあ、これも多分 How far is、it? っていうふうに言うと思います That's a good idea とか That's good idea とか、えー まああの私はもちろんネイティブじゃないので完璧ではないかもしれませんけれども。 あのもうほとんどですねその文章中の全ての単語がこれぐらいつながってきてバーッとしゃべりますのでやっぱりあのこれに慣れていないと特にアメリカの英語っていうのはまあ聞き取れませんしそもそもまた自分もまあなるべくこういうような発音の仕方で発音した方が現地の人には通じるということを通感をしますあの私もあの、まあ、2年半ぐらいアメリカにいるんですけれどもそれでもなかなかですね聞き取れないことっていうのは多いですで多くはこのリンキングと、まあ、あとは単純に単語を知らないと、まあ、そういうことかなというふうに 理解してますでこの辺も非常に丁寧にこの本説明されてますのでいいなというふうに思いましたで最後3点目の、まあ、日本人向けの,、まあそのアドバイスというか、まあ、そういうものがあるというところについて、まあ、最後ご紹介をしたいと思いますでこれはですねこれほんにユニークだなと思うんですけれどもあのインド人向けとか日本人向けとか韓国人向けとか 中国人向けとかあるんですけれどもやっぱりですねあの実際今私が働いていて職場にインド人もいますしドイツ人もいますしイタリア人もいますし韓国人も中国人も、まあ、もちろんいますベトナム人もいますけれどもあの国ごとにですねやはり特徴が若干あるなということを感じます。まあ、それ以上にに本人の努力によって あのレベルっていうのは変わってるんですけれどもでもやはり国として共通する、えー、特徴っていうのはある印象があります例えばインドの人とか東南アジア系の人の英語は少しペタペタっとして聞こえたりとか、えー、しますねで日本人の英語はちょっと私が日本人なのでわからないんですけれどもえー、っとまあフランス人系の人はもうちょっとこうやっぱりなんていうのかなフランス語っぽい聞こえ方をしますしまあドイツ語だともう少し硬いような感じですねそそういううい印象がありますで、まあそういったも ものの原因となっているのがやはりその元々の言語が持っている特徴だと思います。で、例えばこの本の中にもあるんですけれども、日本人は b っていう発音と b っていう発音の区別がつきません。例えば dvd っていうふうに言いますけれども d v d ですし、この辺ね b と b を区別して使わないとあの全く通じないということはよくあります。 ーベリーマッチとかもですね、まあ、よく使う言葉だと思うんですけどもあの私もなるべくその、B、の発音を意識してあの言うようにしてます、まあ、ちょっと練習がてらなんですけどもであとはあと TH の発音ですねこれは私も非常に苦手でいまだにあの難しい単語っていうのはあるんですけども特に頭にある場合ですね例えば33とかですねあのなかなか難しいですまだあの言葉の終わりにある場合例えば、えー ちょっと今出てこないですけどあの言葉の終わりの方だったらですね、まあ、比較的、あのー、発音できることもあるんですけれども頭に来るとやっぱりその TH の発音っていうのは、えー、舌を歯と歯の間に挟んで「ずっていう風にしますので、えー、何か後に長く単語続くとですねどうしてもこう舌がなかなか動かないというのが、まあ、私の場合はそういう。 難しさがありますで、まあ、あと W の発音とかですね、あのまあ、日本人が間違いやすい、まあ、あの習得が難しいとされていることについて、えーまあ、丁寧に発音が、えーあ、あと解説がされています。まあ、主に発音についてですね、えー、例えばコップとカップとか、えー、プールとプールとか、えー、ボートとボートとかですね、うん、なんかあのそういった、あとワークとワークとワークと。 ボールですかねあのこういうところもあの書いてます。で、えっと、まああの、こうやってご説明するとですね、簡単なように思うんですけれども、やはりあのこの辺の、えーまあ、発音というのはですね、自分自身でもう毎日毎日少しずつ改善していくしかないので、あの私もこれ今やり始めたところで全部終わってないんですけれども、あの少しずつでもいいから、まあ、改善をしていければというふうに思ってます。で、えっと、まあ、 全くの初心者の方にはちょっとテキストが英語で書かれてることもあってあのすごくおすすめはしないんですけれどもちょっと今この動画を撮る前に少し調べてみたらやっぱりインターネット上でもですね非常に評判のいいテキストで、えーとまあ、アクセントについては勉強になったということをおっしゃってる方が多かったので、まあ、少し英語が分かってきたかなとかあのもっと英語を深く理解したいなという方で まあ、アメリカの英語に興味がある方ですね。まあ、イギリスに行かれる方とか、まあ、必ずしもこれをやる必要はないと思うんですけれども、まあ、アメリカの英語、まあ、比較的まあ世界の中でも、あのー、よく使われる発音だと思いますので、まあ、勉強されてみると面白いんじゃないかなというふうに思います。